お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらムートスキラーやっていきたいと思います。でバランス調整でムートが強化されましたね。大砲がまあ攻撃速度 10% アップというわけで、ムート壊れた瞬間大砲になるので、まあ、その攻撃速度が 10% 上がりましたよという、まあ別に弱くはなかったカードが謎に強化されるっていう、まあ運営の気分ですかね。はい。まあムート僕好きなんで、まあラッキーというわけでやっていくんですけど、なんとトロフィーリセットのバグがあったらしく、僕前シーズン91位でフィニッシュしてるのに、なんと現在数字すらついてないっていういじめに遭いました。で、トロ1000ぐらい実際損したんですかね。だからまあね、3、4時間ぐらい1000上げるのかかりますから、ちょっと大変だなっていう思いもあるので、ちょっとドラグやりつつね、いろいろ話していこうかなと思うんですけど、なんかバランス調整前にクララを開いた人はバランス調整前のトロリセがかかって、なんかバランス調整後にクララを開いた人はバランス調整後のなんか仕様でトロリセがかかったみたいなので、いろいろなんかその辺が変わったらしくてね、僕はそういう被害に遭った一員の一人らしいですね。まあそんなわけで、まあそこは別に何でもいいんですけど、一つすっげえ思うことがあって、なんと新環境じゃないっすというのもバランス調整あったじゃないですか。あったんすけど環境何も変わってないっす。えぐいっす。あの本当にマジで変わってなくて、これ相手スケルトン部隊いたら僕攻めれないんで、ずっとスケラ一回も打たずに勝つぐらいの勢いで勝ちます。その何が変わってないかって、ゴレ今回強かったんで解放されたんですけど、全然強いんですよ。で、あと、なんだっけ、エレジェイがめっちゃ強かったんですけど、まあ、エレジェイ解放されなかったので、まあ、もちろん今も強いんですよ。まあ、エレジェイデッキのアイスイーズとかは一応解放されたんでね、ファイブルワンパンっていう、アイスイーズ自体は使えなくなったかもしれないんですけど、まだわかんない。けど、別にエレジェイデッキってマサネク型とか、マジアチャ型とか、なんでも替えが効くんですね。だから、普通に強いんですよ。バカ強い。うん。で、あとエリババ解放されたんですけど、まだエリートです、あいつ。うん、本当にエリート優秀でしたね。何も変わんなかったであとはまあマザネクが解放されなかったんで、マザネクぶっ壊れのまま、うん、だからロイジャイもまだまだ強いですし、いや本当にすごいんですよね。バランス調整あったとか言われて、ただただファイスピが枯渇に強くなって枯渇が泣くだけっていう、なんか今のとこそんな気がしてるんですね。ほんまじ枯渇界ドンマイっていうアップデがあっただけで、それ以外マジで何も変わってない気が してるんですよね。まあわかんない。実際にめっちゃ変わってんのかもしれないですけど、僕今結構やったんですけど、新環境なんて。マジで何も変わった覚えがないんですよね。よいしょ。っていうね、気がしてます。これあの、スケルトン部隊で相手抑えてくるんで、マザネク出しとけば、多分、勝てるんじゃね？さあ、うん、いい受けすぎるな。いや、いい受けすぎるな、相手それ。いや、ムート出すの遅かったかな。大丈夫か。ふん。いや、いい試合になりそうな気がする。そう、そんな感じで、なんかバランス調整あったけどなかったようなもん。ただただ枯渇使いがいじめられた。いや、ほんとそんなアップデなんですよ。でも、一つだけ、めっちゃバランス変わる可能性があって、まあ、それがやっぱ新カードですね。今回新カードが出るので、あと4日ぐらいに多分チャレンジで誰でもゲットできるようになるのかな。本当にその新カード次第で世界変わると思ってますね。うん、だからまあ逆に運営はもうその新カードに全てをかけてるのかもしれない。だからこそ何もね、バランスほぼ変わってないような調整をしたのかもしれないよなっていう思いがあってね。いや、わかんないですけどね。いや、ちょっと本当新カード頼みな気がしてます。よいしょ。ナイス。もう本当に、スケラいらねえな。スケラ打つだけピンチになるんだね。よいしょ。もうぶっ破して。よいしょ。ぶっ破して。ぶっ破して、豚も作ってもらって。うん。ぶっ破、ぶっ破、ぶっ破。壊れた時のムートが強えの、強えの。うん。ナイス。で、降り。ムートマーザネク、いや美味しい。これもうめっちゃ増えるっすよ豚。いや、いいメガゴ。あ、これ相手も終わったっすよね。この辺にもう1枚ぐらいなんか来てくれたらいいなっていうね。
いやー、マザネクが悪さしちまうんだよな、これがまた。ちょっと相手のあの吹き矢やりに行こうかな。ちょっと攻めの、初めての攻めたる。ファイボマジで、スケラ打たなくても勝てちゃうっすからね。マザネクがどんどん盾増やしてくれるんで。よいしょ。よいしょ。いけ。やばい。すごいね、まあまあ。いや、強えんだよな。マジで。解放してくれ。いや、ゴブリンドリルで、その世界が変わるっていう、言ったじゃないですか。で、でも僕は、弱いと思ってたんですよね。僕はまだまあ使ってないんでわかんないんですけど、弱いと思ってて、まあその理由が、大型守れなくねっていう。だってゴブリン生むだけで、壊れてゴブリン生むだけですよ。じゃあゴレとか、もうエリジェイは止まるかもしれないですけど、ゴレとか止まんないじゃないですか、そんな。もうじゃあダメじゃんっていう。僕はあの、謎のゴレアンチ強なので、なんか、ゴレの防衛下手なんですよ、僕ゴレだけね。スパーキーとかは意外となんか、おぉ、いい防衛やんって守れるんですけど、マジゴレだけ防衛が下手で、だからゴレアンチなんですけど、自分が悪いんですけどね、それは。そう、だから、使うくせにね、ゴレだけね、使うくせに。そう、だからね、いや、守れねえじゃんって、ゴレ守れねえなら、じゃあダメじゃんっていう心理になるわけですよ。で、ダメよ、防衛弱い施設か、じゃあ使えねえな。で、攻めを考えた時に、ディガーみたいな役割すんのか。いや、でも、ゴブリンだから延命されやすいよなと思って、相手にもバルキリーとか出されたら、それだけで4アド。いや、えぐいなと思って、リスク高いしなと思って、まあ、状況によるかもしれないんですけど、それならディガーでよくねとか、ゴボウリとかの他の普通に防衛施設入れりゃよくねっていう思いがあるんですよね。まあでも、なんか実際にケンツとか他のクラロー YouTuber がちょっと使って、なんか結構強かったみたいなんですよ。このスケラマジでやってますね。で、ちょっと蓋されないので逆再生ます。カウンターされてもいいよね。で、そう、だから、ああ、じゃあ強いのかと思って、まあ期待はしてますよね。やっぱ強いければ強いほどこの環境をぐちゃぐちゃにしてくれるんでね。まあぐちゃぐちゃにしてくれなきゃ困るんでね、僕も。よいしょ。さあ、豚作ってもらって、この豚で耐えれといいな。よいしょ。さあ、マザネクオーピー。で、メガナイトホグダクネですね。すんごいデッキ引きましたね。いや、豚多いよな。相手もびっくり。メガナイト？これ、マザネク延命はいらないかな？檻に行ってくれる。ナイス？さあ、もう、許容。ダクネ咲いた。これ、豚いるしな。これ、絶対スケルっていいっすよね。で、これ、ちょっとムーと延命したいか、言うの。いや、熱い。このムーと延命言うの、じゃあ、タルババ、激アツですね。さあ入る。で、相手のホグだけ警戒してね、檻を残して豚いっぱい作ってあげましょうか。 OK、 ナイス。マッチョが強いという感じでね、まあ新カード次第な気がしてるんですよね。本当に新カードで全てが決まる。うん、いや、ぶっ壊れであってくれ。あと3日ぐらいでね、本当にチャレンジで誰でもゲットできるようになるので、まあ、3日長いですけどね。3日4日すれば本当に誰でも使えます。ちょっとそれをね、楽しみに、できればなと思います。よろしく。まあ、他はマジでラッキーで強化されてるだけなんで、キョスケとか。まあ、キョスケはちょっとさすがに弱かったんでね。でも、キョスケのやっぱメインって爆破ダメージだと思うんですよ。爆破ダメージが強いから強かったというか、爆破ダメージをメインに戦うユニットだったのに、その爆破ダメージを予約しちゃったから。で、今回なんかタワーへのダメージが強くなったんですよ。別にそこを求めてないのになっていう思いがちょっとだけありますよね。うん、まあでも強化されたから悪いことではないですよね。さあ、マスク裂いたら、あいつつけらかな。これ結構嫌ですけどね。ムートとかね、ムート竹取ってればもっと良かったんですけど。うん、いやー、綺麗な防衛ですね。タルババスケでめっちゃ守られた。さあ、ボムタワーバルーンです。まあ僕はバルーン、これ意外と防衛が大変なので、もうカウンター大事に、カウンター大事にかな。なんか、バルーン一発受けてもいいですね。
よく言うんですよ。僕相手がバルーンデッキの時によく言うんですけど、バルーンの攻撃受けてもいいのでカウンターで潰しましょうっていうのをいつも言ってる気がするな。あのメガムートも無視でいい、リガか無視でスキラ打っちゃえば相手絶対きついやろっていう流れじゃないですか、これ。だからもう無視して打ちます。攻めたるとかもやっちゃっていいですね。スケ咲いてムート気がきつい気がする。防衛リガーされるかな。ムートがアイゴレが回る。いやメガゴがないっす。でムートこれ壊れてからも早いんでね、相手のマスケットを倒せるんじゃないか。1、2、3。いやもうぶつ欲しかった。ダメージトントンですね。ディガーで結構いかれましたね。そろそろディガー拾うか。まあ、こっち相手が攻めてきてるんで、こっちからね、行ってあげて。で、メガゴで守れるな。出さなくてもいいかもしれないけど、さすがに耐えれねえか。さあ、カウンターの舞。スケルトンラッシュー、ピュッピュー。で、これ、ちょっと逆サイ攻めたいですね。相手これ絶対、キー取られるから、これに。よいしょ。ムートでね、逆サイドも攻めつつ、でこっちに防衛させたらね、こっち側からカウンターは来ないので、と思ったら逆サイドがねめっちゃ入るっていう、この両サイ攻めですね。スケラでの両サイ攻め生きてくる。まあムートがね多分ですけど結構強いと思うんですよね。さあこれはもうメガゴ5あたりで守れそうですよね。で、まあ、最後はスケルトンラッシュとタルと豚を添えて、さすがにこれはなかなか守れないですよね。スケルトンラッシュ完封するのは本当に奇跡ぐらいじゃないとね、もう麦とかにでも1ダメージ入れろっていうミッションあったらね、もうスケラでっぽいでいいですからね、はい、っていうぐらい、まあ、スケラの防衛はなかなかむずいですけどね、っていう順位。あ、順位ついた。5500位だ。やばいっすよ。なんでこんなにトロ下なのっていう。ちょっとトロ上げ大変ですけど、上げていかないといけない。よろしく。ムートスケラ。大砲 2.6 オグとかもね、もしかしたら増えるかもしれない。でも 2.6 オグにしか大砲は入ってないので、大砲自体が増えるかって言われると、ちょっとわかんないですけど、他のこういう施設が大砲になったりとかもあるかもしれないんですけどね。結局でも施設ってもうなんかごぼうりはごぼうりのもう良さがあって、テスラはテスラの良さがあって、もう各施設それぞれの良さがあるんですよ。もう絶対的なその強さがあるんですよね、その施設の。だからゴブリンドリルももしかしたらやっぱゴブリンドリルにできないんですよ。その強いかもしれないけど、やっぱりごぼうりはごぼうりの良さがあってごぼうりの方が良かったり、テスラはテスラの良さがあってテスラの方が良かったりで、結局ゴブリンドリルを入れる枠がそんななくねっていう。ゴブリンドリルがめちゃくちゃ強いかそこそこだった場合にゴブリンドリル用のデッキを作んなきゃいけないんですよね。それぐらいじゃないとあんま流行らない気がするんだけどな。いやわかんないんですよね。それめっちゃ強かったらワンチャンある。じゃあそれ楽しみね。さあ今回ジャイプリですね。さあいいザップ、いいザップで相手のメガが残ってるのちょっとやばい。ほい、ナイス。でこのデッキプリンス系がちょっときついので、ハシマイプリンスとか来たら普通にスケラ受けでいいと思います。マジさっきの試合みたいな感じで僕攻めなくても勝てるんですよ。あの VS 枯渇だったからなんかの試合であったかな、そんなの。そうスケラデッキこれ攻めなくてもマジムートマサネクとかで勝てるんで、攻めなきゃいいんですよ本当に。攻めるから負けるんですよね。スケラデッキも一緒です。いろんな小屋デッキと一緒ですけども、攻めたら負け、攻めなければ勝てます。最後の3秒で攻めればいいです。3秒でスケートンラッシュ入れて勝ちです。だからそれまで本当にガイモガイモガイモで相手がユニットめっちゃ咲いたところをもうカウンターすればいいですからね。よいしょ。ああなんならこれとかもまあ若干チャンスではあるけど、さすがにカウンター受けるかなね。まあファイボとか打っといてもいい気がしますよね。スケル打たないなら打たずにユニットでね一回耐えます。エレキ処理して檻置いてあげて、もしかしたら逆サイとかまあ来れないですもんね、カウンターがあるから。うん、一生攻めなければ相手もちょっとね立ち回りが苦しくなってくるんでね。いい感じのファイブをこれ狙えるっすよね。
よいしょ。で、メガゴが残りますね。うん。お、で、メガゴか。なんで正面に俺は置いたんだろう、オリオ。俺以外の方がみんなの方が思ってるから。なんでこの人オリそこに置いてんのって。いや、わかります。一発耐えて欲しかったな。プリンス行っていいよな。あぶね。いやあ、なんで俺オリをあそこに置いちゃったんだ。プリプリにボッコボコにされちゃったな。いやー、これはまだありますね。僕ずっと攻めてなくてこれだからな。チャンス伺えばいい。これもう一回守ります。もう一回守って、同サイか逆サイか行けるときにスケラ打ちたいですね。これマサネクかな。あえてかファイブを使ってくれればいいんだけどな。やっぱなかなか使ってくんないですよね。ちょっとここでファイブ使ってもらおうか。うわ、すげえ、全然攻めてこんね。すごいぐらい攻めてこないですよね。これ絶対防衛ファイブ相手狙ってるから、ちょっと逆サイプレッシャー与えます。お、ファイブ外した。俺の逆サイは俺の逆サイプランどこ行った。待って待って、いや逆サイプラン、いやでもこれは行っていいっすよね。絶対これ行ってよくて、もうムート追加とかでね。おいおいで、やったっすね。絶対あの芝ファイブっすよ。豚が多いね。しかも逆サイドも入る。あ、これ全部豚になるっす。ういっていうね。もう一生攻めなければいつか来ます、僕のターンが。攻めるから負けるっすね、クラロワは。なんかこの前マルチでクロスボウ前シーズンかな、もうシーズン終了やってたんですけど、僕 LJ 使ってたんですよ。で、相手が多分クロスだったんですけど、もう試合ね、5分間あるじゃないですか。5分間1回もクロスボウ出されずに負けました。もう5分間ずっとテスラアーチャー、ナイト、スケアイスピー、ウッド、防衛ファイブ、テスラアーチャー、もうテスラアーチャーとかで、もう5分間ずっと防衛されて負けました。もうウッド削りですね。ウッド削りと端前アイスピーと、まあ玉のファイブ、もう1回もクロスボウ出なかったですね。っていうので負けたので、本当にもう守れば勝てるんですよね。まあそれはやっぱクロスだからっていうのはあるんですけど、まあスケラだったら本当守って最後にスケラで逆に攻めれるんでね。もう確実にダメージ絶対入るから、でもう攻めないでいいんですよね、本当に。まあデッキに今よりますと、それはね。もう逆に攻めなきゃ負けるデッキもありますけど、そう、それは本当デッキ次第だなっていうのはありますよね。さあ今回ゴレかな、これ。あ、ゴレじゃ、ホグか。ホグダダ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 クネ、ホグダダダクネ、何やこれっていうデッキ来ましたね。スケラ打ちてえな。で、これスケラなんですけど、まあ、アザーネクロ入ってるからキング起動はマジで気をつけないといけないです。豚がね、あの相手陣地でキング起動されたら、それだけでスケラってもうほぼ巻き角ぐらいに行くんでね、キング起動だけはされないように気をつけないといけません。でも相手は今回取れなさそうですね。うん。で、ゴブリンギャングいたな。スケラ打ちにくいっすね。うん。さあ、ゴリラ走る。で、ゴブギャン咲いたらチャンスかな。え？あれ？俺、いなかったっけ？ホグ。いたっすよね、絶対。絶対いたっすよね、ホグライダー。これでも守ってカウンターじゃね？よし。さあ、スケラ打ちます。やべ、1個奥になっちゃったな、あれ。3が5見たな。で、端前バルキリーか。うわ、やばい、これ。待て。俺の今のスケラ打つタイミングが良くなかったですね。まあ、あとは相手のデッキですよ。スケラに強くねって。ちょっとだけスケラに強くねって思いがある。待って、ナイトがつかめ。バカ。マザネク。マザネク頑張れ。ママ。うん。いや、これでも耐えれます。これも一緒で、攻めてから僕今負けそうになってるんですよ。攻めないからもう負けないんですよね。いやでもホグロイじゃいいってやだな。マジで。すごいね、引いたな。耐えます。絶対ダメージ受けるからな、ホグロイじゃ。しかもダクネ。いやもう、なんか、トロフィー、数字がつかないトロ対、僕、マジで本当数年ぶりぐらいにやるので、なんか、すごいデッキと当たります。いつも当たんないようなと。いや、いい、矢の目だ。うまいね。何やマジで。
なんでロコンできてあったんやって。いや、ロイ J 出されて終わるよな。耐えますけどね、まだ。マジで僕勝ちますからね、こっから。いやー、きちいよな。バルキリー来る。バルキリーがやるんだよ。いや、マジで全然勝てる。ここのロイがやばい。分かってたら絶対来るけど、そうはさせん。マズニク、マズニク来たな。ヨワンチャマッチョ耐えれん。にゃーん。